こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、大変ポピュラーで有名なレンズですね。人気の高いズミルックスの 50mm、はい、F1.4、アスフェリカルレンズになっております。こちらはアスフェリカルになってですね、初めてのズミルックスになってますね。はい、はい、ご覧いただいてます通り、はい、ズミルックスのですね、50mm、 F 値が 1.4、 ASPH と書いてありますけれども、こちらがですね、非球面レンズ、アスフェリカルレンズということになっております。はい、非常に人気の高いですねレンズになっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。では外観から見ていきます。ご覧いただいております通りですね、うっすらとですね、まあ、使用感ゼロではない感じですけれども、こうビデオで見ていただいてもですね、ほぼほぼ新品同様と言ってもいいぐらいのですね、綺麗な状態だと思います。まあ、備品といっては全く差し支えないですね。はい、まあ、新品同様というとちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、備品とは間違いなくですね、自信を持って言えると思います。このローレットのスレとかですね、このフードがこの内蔵式になってますけれども、フードのスレとかですね、この当たり、へこみといったものもありませんし、6ビット付き、マウント部分も非常に綺麗ですね。見た感じですね、目につくスレとか当たりへこみは全く見えませんので、大分綺麗ですね。こういったよく傷のつきやすいですね、この指掛け部分、これもですね、全然当たったりとかですね、した感じ、ペイントロスもありませんし、非常に綺麗ですね。はい。でもってレンズですけれども、こちらも全然綺麗ですね。前玉、後玉ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく大変綺麗な状態です。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入も見えませんので、ね、まあ、ほぼほぼ真っさらな状態のレンズだと思っていただいていいと思います。こうグリグリ拭いたりとかですね、しないで、こう軽くホコリを飛ばす程度だと思いますね。素振りの動きも軽快で滑らかです。羽の痛みとかですね、この油の乗りなんかも全くないですね。ピントヘリコイドももちろんいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。付属品がリアキャップと、こちらですね、純正の、はい、ライカ純正 UV フィルター、こちらですね、お付けいたします。まあ、前のオーナーさんもですね、これをずっとつけっぱなしでご使用になっていたそうですので、レンズに対してですね、こう傷がついたりとかですね、ほこりがついたりということは全くないと思っていただいていいですね。で、フロントキャップ、それと、こちらの、はい、純正ポーチですね。はい。それと、元箱ですね。こちらが付属しております。とても大切にですね、扱われたという感じの、はい、答えになっております。非常にいい状態のですね、ズミルックス 50mm アスフェリカルレンズですけれども、念のため、末長くですね、お使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整を改めてご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、はい。大変人気の高いですね、ライカの標準レンズ、ズミルックスの 50mm、アスフェリカルレンズになっております。ご覧の通りのですね、シルバーのボディになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。